ある、まあ、あの勝谷さんに行ったんですよ、はい、勝谷さんに勝専門店みたいなのがあってね、はい、でそこ行ったら本当に一人用 の, そ の, なんていうのカウンターのところにもやってるんですよね、うん、だからこう飛沫が飛ばないようにしてるし、はい、二人掛けのところにも真ん中についたて、うん、透明についたてがあって、まあ、そこまで気を使っとるんですよ、はい、正直な話ね、うん、でも各テーブルにはこの消毒のあれがあってということで、うん、まあ、僕もそこに行って定食を頼んで、うん、頼んだんですけど、その時にね、まあ、だからそれぐらいお友達で来てもちょっと会話控えてくださいねと、うん、で控えてくれくださいプラスあの透明のそのフィルターもやってますから安全、うん、安心ですよっていうようなことを歌ってるわけですよ、はい、で僕はまあ来るのを待ってたらね、あの後ろに座ってたお客さんがね、まだ若い兄ちゃん、若い人も30代かな、うん、人がバーッと立ってね、俺の横でねでっかい声でね、店員さん店員さんって呼ぶわけよ、はい、飛沫飛ぶっていう感じですよ、店員さん店員さんって呼んでるよ、で、あ、何ですかって言ったらね、あの定食頼んだんですけど、うん、ここの定食ご飯の上にカツは乗ってませんよねって言うんですよ、はい、店員さんは、あ、定食は別皿になってます、はい、本当ですよねって、あ、本当ですって言って、まあ、それで戻ったんですよ、はい、ほんで 2,3 分経ったからまたもう一回立ってきてね、はい、店員さん店員さんって呼ぶわけよ、はい、店員さん何ですかって言ったら、あのもう一回聞きますと、はい、ご飯の上にカツは乗ってませんよねっつってめっちゃ心配するやん、で、うん、店員さんがね、え、カツ丼ですかって、違います、定食、あ、定食はだから別皿ですって、うん、本当ですよねって、本当ですっていうなんなのこの人、ね、飛沫だけ飛ばして、飛沫だけ飛ばして、飛ばすだけ飛ばして、こういうね、もうだからもう何というのかなそんなもんですって、いくら会話するなんて、そんな人もいるし、うん、まあ ね、で、あのテレビでもその店の人が言うとったけど、うん、夜営業にしか客来ないというような店もあるわけですよ、そうですよ、だから夜8時終わるということはもうそれはやるなということと、うん、同義語のとこもあるんですよ、はい、でもそこはもうやると、私はやると、うん、でね、もうおかしいのが、昼にはコロナは移りにくくて夜は移りやすいんかと、うん、だからそうですね、で禁止するには多分昼も禁止してくれと、はい、夜だけ禁止というのはどうなの、まあ、酒飲んでみんながわーわー言うからというようなことを言う人もいるけども、うん、だったら酒飲んでわーわー言わんといてくださいでいいわけじゃないですか、うん、言うてみたらね、うん、でもお店もそれを気をつけてやりますということでいいわけで、じゃなくてやっぱり夜8時以降やってるところなさも悪いみたいなね、うん、悪みたいな感じじゃないですか、でやってる方もとにかく明かりを消して中でちょっとお客さん呼んでるみたいな、こう本当にあの禁酒時代のアメリカみたいな ね、 ね状況になってきてね、うん、もうみんなこうそわそわドキドキしてるわけよ、うん、だから結局要はまた新たなる分断を生んだりとかね、あそこやってますよって警察が、うん、コロナ警察があるじゃん、 で、ね、うん、で要はしかもそれに輪をかけるようにその法律で、法律というか条例でその時短営業に応じないところは名前を公表しますって言ってるわけよ、うん、公表なんかしたらそこにいたずら電話してくれって言うてるみたいなもんじゃないですか、そうですね、うん、言うてみたら、それはもうかける方もわりかし国が味方についてくれてるわぐらいの気持ちで、ね、うん、かけよるって絶対、そうですね、うん、かけたらあかんって言うてもかけよるんだから、うんうん、だから要は公表してはいここですよって言われたらもうわってなりますよ、だからなんか公表する意味がわからないですよね、うん、なんか死刑を、死刑、私の刑ね、うんうん、死刑を皆さんどうぞみたいな、はいはい、どうぞっていうのを国がお膳立てするってことじゃないですか、そうネットにさらすのと、まあ、同じようなこと、同じことを政府がどうぞってやってるでしょ、なんでそんなね、うん、だからまあわざとなんかなとか、昔にどん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 後退させていきたいのかなとか、もっとこう厳罰かっぽくしていて、うん、ね、だコロナを利用しているやつもいるんやろうななんてね、思いますけど、お互いこう監視させてね、そう5人組みたいなね、うん、5人組って お互いが助け合いましょうじゃなくてお互い監視しましょうということですからね、うん、要はだからでも建前上はお互い何かあった時のために連絡ができるようにと言って向こう三元両道なりとか言って ね、はい、あのそういう5人組で作ってたわけですよ、はい、でそれはお互いがお互いを監視してあまりちょっとあのお上にと言うたこと違うことしてたら密告してくれよっていうことじゃないですか、だからあそこ営業してますぜ、時短営業してますぜっていうのはことでしょう、はい、要はでそういう世の中が果たしていいのかということですよ、だからその時短要請があって要請に従うというのは大体8割が従うと僕は思ってるんですけど、日本人というのは、うん、でもやむにやまぬ理由でやるとこもあるわけだし、うん、あのいやそうやってたらもうみんな一家死にせんといけまへんでというようなとこもあるわけですよ、だからこう本当に泣く泣くあの時間、時短営業に応じないようなとこもあるわけだから、それぞれ事情が違うわけだから、うん、一括りでやっぱりそれなんか罰するとか公表するとかいうのがあまりにもこうなんか情がないというか、なんか
まあそういう世の中になったのかなと思うけども、うん、もうちょっとなんとかこう考えてほしいなと。そうですね。はい。まあね、今夜の菅総理の会見、ちょっと楽しみにしておりますけど。はい。ということで。ということで。